オランダシシガシ頭。オランダシシガシ頭は、金魚の一品種。頭部の肉粒が非常に発達しているのが特徴である。頭部に、肉粒が発達した粒筋の突然変異個体を、選別、固定化した品種。背びれがあって、肉粒があり、慎長した、開きを持つことが特徴。体色は赤、透光、白、サラさサ、黒等が存在し、 日本で古くから親しまれてきた比較的長い体型を持つ系統と近年になって中国から輸入されるようになった短い体型の系統の二つの系統が存在する。江戸時代の完成年間に中国から琉球を経て長崎に渡来した。当時は鎖国状態のため珍しい渡来物をオランダものと呼び沈徴されていたことと、 頭の発達した肉竜が獅子の頭を彷彿とさせたことからオランダ獅子等と命名された。頭部には最大の特徴である肉竜が発達し、体型は竜筋より胴長で角ヒレが長く、非常に大きくなる個体である。また、入手も大変しやすく、飼育も丈夫で比較的容易である。肉竜は卵中ほど派手ではないが、見応えはある。長手のタイプは、 保存会により評価され、まるでのタイプは一般に流通し、面向きが異なる。日本産の個体は和ンの特性が強く、飼育はしやすい部類に属す。竜金、デメキンが転覆病になりやすいのに対し、オランダシシガシラは罹患しがたい。代表種は、熊本県長洲町の特産品として、オランダシシガシラが巨大化するジャンボオランダがあり、ジャンボオランダは、 大型のオランダシシガシラと和金を繰り返し交配することにより出現した。四国地方は各県で長手のオランダシシガシラの流通が多く四国オランダと呼ばれ評価されている。花房は日本産の個体は伊勢オランダから派生している。代表種は長野県飯田市のオランダシシガシラが有名であり、赤が強くサラサになるほど目立つ。 代表種は、あずまに式があり、キャリコ柄をしており、キャリコでメキンとの後輩である。また、定かではないが獅子頭でメキンがある。ありがとうございます。